お久しぶりです。店長です。じゃあ今日はですね、まあ、僕が去年のまず11月、2ヶ月くらい前ですね、普通自動二輪の免許を取って、まあ、バイクを納車したんですけど、まあ、冬スタートだったんで、冬用のバイク用品を買わなきゃいけないってことで、まあ、右も左もわからないまま始めたんですが、まあ、ネットの情報を頼りにね、まあ、いろいろな商品をまあ買ってきました。で、正直ハズレの商品を買ってしまったことも何度もあるんですが、まあ、その中でですね、実際に僕が買って実際に使ってみて本当に良かった冬物のバイク用品をですね、まあ、厳選して5点今日はねご紹介したいと思います。実際に本当に買って使って良かった商品をご紹介しますので、ぜひね最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、では早速5位からね進めていきたいと思います。じゃあまず第5位、ワークマンコーデュラユーロライディングパンツ。これは税込み3900円になります。こちらはですね、実際使ってみるとですね、防風性能にすごく優れていて、まあ、風をほとんど通さないんですよ。で、まあ、気温5度以上、まあ、5度くらいであればこのパンツ1本で基本的に大丈夫です。それで、まあ、さらに寒くなってきてですね、まあ、気温が0度とか0度付近になると少し寒さを感じるんですが、まあ、我慢できないほどではないです。ただその場合でもアンダーパンツっていうか、その重ね着ですよね。パンツ2枚、薄いパンツでもいいんで下に履いとけば、まあ、快適に走れましたんで、まあ、そういう風にやってもいいと思います。で、冬だとですね、やっぱりジーパンで僕も100キロくらいちょっと試しに走ったことあるんですけど、そうなるとですね、もう本当に足が冷え切っちゃって、やっぱり冬場走るんであれば対策されたパンツを履いた方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いて第4位です。第4位はデイトナグリップヒーター。でこれがですね、ちょっと気をつけてほしいんですが、僕が買った時、僕確か1ヶ月か2ヶ月くらい前に買ったんですけど、その時はアマゾンで5400円くらいで買いました。ただですね、本日2020年の1月6日なんですが、午前中に見た時これ9000円くらいだったんですよ。で、今午後3時25分くらいなんですけど、今見たらですね、1万1800円になってるんですね。で、これだともう倍、僕が買った時倍以上になってるんで、これはね、もしご購入を検討される方は、僕のこの動画の概要欄にリンク貼っときますんで、値段はちゃんと確認、ご確認ください。じゃないとね、ちょっと高騰してますんで、値段が。はい、じゃあですね、これについてなんですが、まず気温0度くらいで走るならね、やっぱりぜひ欲しいです。これはあったかいんで。しかもですね、これ取り付けがハンドルに巻きつけて、で、まあ紐で縛るだけなんで、まあ、初心者でも簡単にできるんですよ。で、実際僕も自分でやりました。全然簡単に取り付けれます。で、まあ、スイッチなんですけど、まあ、高いやつだとですね、3段階とかになるんですけど、これスイッチのオンオフのみです。で、調整、温度調節はできません。その代わり他の商品に比べて価格が安いっていうのが売りだったんですけど、なんか高騰してますんで、その値段だけはね本当に気をつけてください。で、これについてもちょっと動画の詳細欄にリンク貼っときますんで、まあ、ご確認をいただければと思います。はい、じゃあ続いて第3位です。第3位はですね、白品回路という商品です。これ Amazon だとだいたい3000円から4000円くらいで、まとめ買いすると、まあ、安く買うことができます。で、この商品白品回路なんですけど、目的地についてバイクから降りて歩くときに持っていると本当に助かります。これもね、やっぱりね、あるとないのじゃ大違いですね。やっぱりあったかいもの、自分からその発熱してくれるものっていうのはすごい持ってるとありがたいです。寒い時ですね、特に。そしてこの商品なんですが、繰り返し何度でも使えるので、とても経済的です。そしてちゃんと手入れすれば、まあ、一生使えるんですね。で、僕もそうなんですけど、良いものを長く使いたいっていう人には、まあ、特におすすめできる商品だと思います。で、こちらの白金回路なんですけど、1923年から続く、まあ、日本製の商品なので、歴史的にすごく裏打ちがあってね、まあ、伝統があるんで、安心して使えるということもポイントが高いと思います。で、発熱量も一般的な使い捨て回路よりも高いんで、外で使った時すごいあったかいんですよ。これもすごいありがたいですね。では第2位です。第2位はデイトナハンドルカバーなんですが、この第2位と第1位っていうのは正直どっちも甲乙つけがたくて、正直これはね、両方買った方がいいと思います。で、まずちょっとじゃあ第2位のデイトナハンドルカバーから説明しますが、これはですね、もう防寒対策のコスパがもう最強だと思いますね。手の寒さだけはちょっとやっぱ僕自身我慢できないんで、我慢できるような感じじゃないんで、これに関してはその効果もすごい高いですし、金額的にもまず3000円弱くらいで買えますんで、これはもうぜひおすすめします。で、ナックルガードがついているツーリングセロであっても、まあ取り付け可能ですんで、その取り付け動画とかは僕の他の動画で、まあ、概要欄に貼っときますけど載ってますんで、それも別に素人でも取り付けれました。
ですので、まあ、取り付けも簡単ということです。で操作性が少しまず悪くなるって話あるんですけども、まあ、僕はですねこれハンドル操作クラッチブレーキともにまあ問題なしと感じました。ただウインカー操作で特に右ウインカーを出すのが少しやりづらいと思いましたんで実際に使ってみてそこはですねちょっとあの気をつけていただければ慣れが必要だと思います。で、まあ、操作性が悪くなるって言ってもね寒い中をねその冷たい手で震えながら運転する方が自分は危険だと思うので、まあ、ハンドルカバーをね多少操作性を犠牲にしたのであってもつけた方がいいと思います。ちなみにあの知り合いの郵便局で働いている人が言うにはこのハンドルカバーっていうのはもう絶対に必需品、まあ、デートじゃなくてもいいんですが必需品だそうです。はい、じゃあ第1位はですねワークマンイージス360ドです。でこれは本当にすごくてですね、まあ、防風性能が非常に高いです。それであの気温0度の中を走ってもね寒いと感じたことはね一度もないです。あの上半身に関しては。で中に着るのは冬用の常識的なものでね全然 OK で そんな特殊なの着なくてもいいと思います。あとネックウォーマーみたいなのが後ろの方についてたりね下からの風の巻き込み防止機能がついてたり多機能なんですよ。で特にこの下からの風の巻き込み防止機能っていうのは絶対に走るときは使ってください。じゃないと下から風が来てちょっと寒かったりするんで